そう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 、田島めちゃめちゃスマブラ弱いんだあいつ。あいつさ、マジさ、なんかプリンでさ、ビューンってやってさ、ピューンっていってさ、腸が行くんだよあいつ。マジで今度。おいよお前、挨拶しろ。不正お願いします。はい、お願いします。今日ですけども、2時間目の休み時間、体育委員会は渡り廊下の方に集まってください。で、かなり暑いです。熱中症になります。ですので、脱ぎたい人は服全然脱いで構いません。ただツアー確か脱いじゃダメだったかな、校長先生が言うには。確かそこだけは守ればいいって言ったはずです。で、まあしっかりと、まあ授業形成するのもそうですけど、試験が、テストが3週間後に迫ってます。ですので、しっかりとそれに向けてまずは準備していくこと。はい、じゃあそしたら最初に教科書出して、ください。教科書の66ページ、タバコと、ハンバーグについてやります。あ、教科書出して、どうした。え、先生、服は着てるじゃん。いやいや、着てないよ。着てるじゃん。いや、着てるって乳首見えてるし。てか、なんでパンツ一なんすか。パンツ一？ズボンは？は？お前、お子ちゃますぎるな。え？大人になれ！思春期すぎるんだ、お前！バカだよ。え？暑かったら脱ぐ！え？は？何がダメなの？いや、だって服着なきゃ。え、どういうこと。だから公然わいせつ。え、俺捕まるってこと。いや、捕まりますよ。これって何？